皆さんこんにちは。私はゴードです。努力できなくなった29歳です。よろしくお願いします。私は昔努力家でした。毎日ジョギングして、毎日筋トレして、毎日ドラムの練習、日本語の勉強、何でもやってました。いつの間にそれはできなくなってた。前は当たり前のように毎日努力して、夢に向かって積極的に行動してたのに、いつの間にその行動が難しくなった。オーストラリアに帰ってきて、この数年間ちょっとずつ頑張らない人になった。努力しなくても、毎日のんびり過ごしても、いざとなったら昔のように努力すればいいと思ってた。でもこの数年間、私は昔のように頑張れなくなった。大きな一つの理由はあります。その理由はパソコンゲームだよ。パソコンゲームやばい。ゲーム中毒になった俺。パソコンゲームというのは、なんか人が中毒になるために作られてるからね。なんか他のドラッグほど中毒性はあると思う。しかもゴードは負けず嫌いからやめられない。本当にやめられない。日本にいる時にもうめっちゃ頑張ってたんだけど、その時は一切パソコンゲームとかやってなくて、オーストラリアに帰ってきてちょっとパソコンのゲームやり始めたんだけど、楽しいよ。パソコンゲームはクソ楽しい。もう本当に数年前にも何か一日パソコンゲームやってめっちゃ楽しくて、でもその時パッと思った。え、でも俺このまま毎日ゲームしとったら、気がついたらもう30代になって、達成したかったことは何も達成してないんじゃないかっていう想像したら、まあいいや、まあいいかと思った。もう本当にパソコンゲームそこまで楽しくて、もうこれでもうダメ人間になって、ダメ人生送ってても、日常が楽しすぎてそれでいいかと思い始めた。やばいよね。もうそこまでゲームは楽しかったということやん。でもちょっとずつちょっとずつ楽しい、その楽しい日常を過ごしていくと、やっぱり自分の中に達成感を失っていく。でちょっとずつ起こるものだから気がつかないんだけど、毎日はもちろん楽しんでる楽しんでるけど、自分の中の何かの深いところに達成感を失われて、ちょっとずつ自分が嫌いになってしまう。で今は俺は自分が嫌いというわけじゃないけど、でもこのままでゲームとかやり続けるとそうなる可能性はあると自白した。今はもうパソコンからゲームなど全部消してるし、携帯の方は携帯でゲームとか全然元から やってないから大丈夫なんだけど、この数ヶ月間はなんかゲームを完全にやらないっていうより、バラン生活の中でバランス取ってやっていけばいいと思ってたんだけど、それはできなかった。普通のストーリーのゲームとかラフトとか、そっちのゲームは自分にはなんか中毒性はないけど、なんかラフトの動画撮ってる時になんか2時間やって、それ編集して動画にしてあげること毎日やってたんだけど、それは中毒とかにはなってなかった。ネット上で他の人となんかやり合ってるから中毒性になる。俺負けたくないから、もう負けたらキリがない。もう次から頑張る、次から勝ちたいという気持ちが強くて、なんかゲーム負けたままで終われない。なんか自分がうまくプレイできたとか、自分が勝ったっていう気持ちになるまでゲームし続ける。そしてずっと負け続けると、何時間何日間もゲームし続けるもこともあるし、でも勝ったとしても勝った時の気持ちが嬉しくて楽しくて、やったっていう気持ちが強くて、またゲームやっちゃう。だから本当にゲームは楽しいんだけど、やっぱり悪い影響でもあるからしばらくはやらない。そしてその上にまあ飲み会は飲むんだけど、飲み会以外はちょっとお酒飲まないようにしようと思ってる。そんなにお金ないのに、なんか日本に引っ越して日本で頑張って生活するなのに、こんな肝心な時に努力してないのはやばい。ゴードの人生のいざとなった時は今だから。頑張れない人
なんかこうやって動画を撮るのも楽しいし、編集してる時にこの動画早くみんなに見せたいという気持ちが溢れて達成感もあるし嬉しいし、あの仕事が楽しいなのにサボるというのはあの想定外だった。だから好きな仕事でも楽しいことでもある程度の覚悟と努力が必要と悟りました。みんな最近どうですか？何か中毒になってないですか？酒か女かゲームかスクワット中毒か、やばいやつな。だからゴードのチャンネルを見てくれてる人たちも、あの今日でまあ何かやめよ、中毒性とか何かいけないこと、寝坊するとか、なんかだるだるすぐとか、家に帰ってベッドにゴロゴロしてなんか携帯見るとか、そういうの何か、なんか何かの中毒性あることを今日やめよ。あの頑張るって楽しい。なんかこの前なんかめっちゃ久しぶりになんか勉強し始まったら、あなんか普通に楽しいなと思った。あのなんか漢字とかなんか覚えようとしてずっと書いてたんだけど、楽しいし達成感があるし、なんかこの何時間もゲームやって楽しい時間は確実に過ごしてる。まあ人生は楽しんでるんだけど、ゲームに何百時間をかけて何ができたっていう、なんか伸びたわけじゃない、なんかちょっとゲームが上手くなっただけ。その時間ずっと勉強とか、もっとドラムの練習とか、あの動画の編集とか頑張ってたら、もっとみんなに見せるものができるから、私はそっちの道を選ぶことにした。なんか最近本当にそう思ってる。なんかやってみるとかそういうじゃなくて、自分で選べられる。だからね、朝ちゃんと起きて運動するとかさ、そういうのはできるできないかとかそういうのじゃなくて選ぶんだよ。こうしますってちゃんと選べば誰でもできることだから。 Do or do not. There is no try. だからみんな頑張ろう。なんかこれ全然暗い動画 のつもりじゃないからね。最近ゴードの中にこの戦いがあった。あのもう本当にゲームが楽しすぎてやめたくはなかった。どうしてもある程度のバランス取りたかった。でもしばらくゲーム一切やらないことにするわ。ゲーム実況は またやるけど、あの頼まれてなんかこのゲーム実況あのやるけど、それ以外はしない。ゲーム実況はなんかやっぱり動画撮ってなんかちゃんとやってるから中毒性はない。ちゃんとなんか、あ今終わって動画の編集始まるとかそういうのができるから大丈夫なんだけど、それ以外なんか一人でゲームとかもやらんで、人生面白いよな。そしてまあ4月に入って今月は日本に行きたいと思います。まあ準備とかいろいろ大変なんだけど頑張ります。今月日本に引っ越したいと思ってます。だからみんなまたね。